ゼドリンドンジョーコは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、モーガンタウン出身のプロ野球選手。ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。アメリカ合衆国ウェストバージニア州、モーガンタウン生まれ。家族は、同州チートレークに家を持っており、子供の頃はここで育った。この頃は、ピッツバーグパイレッツの大ファンだったという。5歳の頃に、野球を始め、 この時のポジションは、二塁手だった。ユニバーシティ高等学校に進学し、ここでは、野球部、アメリカンフットボール部、バスケットボール部に入部した。野球では、内野手を務めたが、大半は、遊撃手だった。高校在籍4年間で、オールカンファレンスに在籍した。また、アメリカンリーグでプレーする。ここで、2004年と2007年に優勝した。 ウェストバージニア大学、セントジョーンズ大学、クレムゾン大学が奨学金を提示され、家から近いという理由で、ウェストバージニア大学に進学した。サンディエゴパドレス時代2010年の MLB ドラフト2巡目で、サンディエゴパドレスに指名され、6月15日に契約。契約後、参加の A-9、UG にエメラルズで、プロデビュー。26試合に出場して打率。 335本塁打、18打点、1盗塁を記録した。7月下旬に A 級フォートウェイインティンキャップスへ昇格。42試合に出場して打率。284、二本打二23打点、1盗塁を記録した。2011年は A 級レイクエルシノアストームで開幕を迎え、81試合に出場。打率36、365。 18本塁打、七74打点、11、盗塁を記録した。7月4日に、AAQ サンアントニオミッションズへ昇格。AAQ サンアントニオでは59試合に出場して、打率。288、7本塁打、40打点、1盗塁を記録した。2012年は、AAQ サンアントニオで開幕を迎え、34試合に出場して打率。六十二。 6本類打、17打点1盗塁だった。5月17日にトリプル A 級通ンパドレスへ昇格。92試合に出場して打率328、24本類打、83打点4盗塁を記録した。2013年はメジャーのスプリングトレーニングに招集された。ジェイス・ヘッドリー、ローガン・フォーサイスが開幕前に故障者リスト入りした事情もあり。 3月31日にパドレスとメジャー契約を結び開幕ロースター入りを果たした。4月1日のニューヨークメッツとの開幕戦でメジャーデビューを果たした。5番二類種として先発起用されジョン・ニースから二類打を放ちメジャー初安打を記録した。5月1日のシカゴ・カブス戦ではスコット・フェルドマンからメジャー初本塁打を記録した。6月10日に 右足の付け根を痛めたため、15日間の故障者リスト入りし、7月12日に復帰。この年は、新人ながらチーム最多タイの23本塁打を記録した。この本数は、2000年にブレッド・ブーンが記録した19本塁打を超え、チームが持つ2類種の本塁打記録を塗り替えた。ナショナルリーグの新人王の候補になり、結果6位だった。2014年3月3日に、 パドレスと1年契約に合意した。4月14日にパドレスと総額3500万ドルの5年契約に合意した。この年は2類のレギュラーとして起用されたが、打撃不振に陥り、打率。210?10 本類打51打点。1 0 3三振に終わった。2015年は2類史をメインに、遊撃史も守り、128試合に出場。打率。 247、16本塁打、57打点という成績を残した。2015年12月8日にジョン・ジェイトンのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。2016年は内野のユーティリティとして起用され128試合に出場。打率は243だったが97安打ながらチームトップの30本塁打を放った。 2019年7月31日にトニー・シングラーにジェフリー・アブレイとのトレードで金銭と共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。2020年1月10日にミルウォーキー・ブルワーズと単年契約を結んだ。オフの10月30日に FA となった。ありがとうございます。